ルイ・フェルディナン・セリーヌの母標ルイ・フェルディナン・セリーヌは、フランスの作家、医者。著書に、夜の果てへの旅、なし崩しの詩など。本名ルイ・フェルディナンでツシュ。彼についての表現には常に、絶望や虚無といった言葉がなされるが、彼自身は代表作の一つである、夜の果てへの旅について、文学の本ではない、人生の本だ。この作品は、 自分の人類愛から生まれたものだと語っている。確かに、セリーヌの著書は痛ましいほど露骨なリアリズムで描かれた怒りと図書に満ちているが、それは我々人間の投げ込まれた世界や時代へ向けられたものであり、したがって裏返しのヒューマニズムなのだと言い換えられる。若き日のサルトルやボーヴォワールを熱狂させ、セリーヌ自身は何ら関心を示していないが、実存主義にも、 大きな影響を与えた。コンクール賞の候補にも挙げられた、諸女作、夜の果てへの旅や、なし崩しの詩、戦争、ギニョルズバンドは、その過激な内容や非語、俗語を交えた、破格の文体により、分断の話題をさらった。彼はもう一つその評価に関して、大きな議論を招く側面を持つ。すなわち反ユダヤ主義である。セリーヌは、デビュー当時は、 左翼作家とみなされていたが、第二次世界大戦の前後に虫けらどもをひにりつぶせ、死体派、苦境などの反ユダヤ的な評論や政治的パンフレットを数多く書いたのである。そのため戦後には国家反逆罪の疑いで逮捕状が出され、デンマークなどで亡命生活に入らざるを得なかった。その間に文学界で、 セリーヌの名前は忘れられており、特写後に発表した作品は目殺された。しかし、後に亡命していた時期の生活を虚実交えて描いた白から白、北、リゴドンは好評を博し、敗北直前のドイツ国内事情を知る上でも興味深い作品となっている。代表作である夜の果てへの旅は各国で翻訳され広く読まれているが、 上記の反ユダヤ文書などは未亡人によって、現在でも出版が差し止められており、国書館公開より出版されている日本語版全集でしか読むことができない。賛否両論の分かれる作家であるが、用語派の作家には、トロツキー、ヘンリー・ミラー、ロラン・バルト、レーモン・クノー、カート・ボネガット、中上賢治などがいる。ちなみに、夜の果てへの旅、 なしくずしの詩の朗読やインタビューを録音したレコードが CD 化されており、今日に乗って歌った自作のシャンソンなども収録されている。1930年代、1940年代、1950年代、1960年代、1930年代、その他1970年代、1980年代、1990年代、2000年代。 初監修1970年代、1980年代、1990年代に、2000年代、1930年代、1950年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年,年代、2010年代。ありがとうございます。